江戸山口の大江戸日記。どうも、大江戸日記のお時間でございます。毎回5回ずつはかみさんとなんか昭和の歌謡曲とか歌おうっていうね、江戸とのぞみの歌謡曲万歳、そういうコーナーでございます。まずはとりあえずお知らせ。ということでございましてですね、このところコロナも減ってきてるんで、もう絶好調でやろうかと思っております。9月27日、6時オープンの6時45分開始で6000円ワンドリンク付き、飲食は別です、他のものは、ということでお待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日の2曲はですね、はい、いつからやんなきゃいけないと思った曲だね、これ。特に1曲目はね、これ好きね、いいよ、これ嫌いな人いないよね、これ。タイトル言ってる前から好きとか言ってるけど。あ、そうか。アン・ルイスの Goodbye My Love。ねえ、いい曲だよね、これ。これもう一曲、同じタイトルの曲があるんですよ。どなたの？岡崎宏さんがアルトサックスの作曲して、うん、で、弾き語りの間とかでバンドでは売れてた。え、あの、全く別の曲なんだよ、そうそうそう、タイトルが。浅野ゆうきじさんがカバーした。あ、そうなの、そんな有名な。Goodbye My Love。この花束をどこかの知らない海へ捨ててください。恋の終わりにいいです。グッバイエンディングはね、グッバイバイバイラララララララグッバイマイラララララ確かハッピーエンドブルーも歌ってるんじゃないかな。星明さんとか歌いそう。いや、これ岡崎宏さんのこれ、いい歌なんですよ。ね、感じいいね。男でほら、このアン・ルイスの歌は歌えないから、あんまりね。これカバーした人いないのかな。そう、ということで、同名一曲という岡崎宏さんのグッバイマイラブも、グッバイマイラブもありますが、今日はアン・ルイス。アン・リンダ・ルイスって本名よね。あ、そうなの。そうそうそう。アン・リンダ、わ、そうなんだ。昭和31年生まれですから、ということは1956年か。なんかね、もう今年66歳か。もう引退してますよね、完璧にね。14歳で横浜の外人墓地を歩いてたらスカウトされた、うん。あ、そうなん。ほんでこれ、中西玲さんが青山三丁目に、俺もお邪魔したことあるんだけど、あの青山三丁目を赤坂から行って、まっすぐと渋谷、三丁目の交差点を右に曲がったすぐ最初の左路地があるんですよ、その路地のところ3階建て の、あの建物があって、そこ中西玲商会だった。商会、すごい硬い。中西玲商会の第1号タレントだから。俺はそこはね、75年ぐらいにお邪魔したことあるんだけど、その時偶然だけど、鹿内隆さんとばったりお会いして、事務所にいらっしゃる。そう、鹿内さんが乗ってたクラウン、白のクラウンの屋根のレザーがヒョウ柄だったんでびっくりした。趣味がどうなんですかねそれで中西霊紹介だ、お茶くんもやってたのね、一生懸命ね。あ、アンさんが、そう、霊さんのとこで、まだだと俺デビュー してないから。霊さん本人がスカウトされた。そうそう、スカウト。ほんでビクターから71年ね、デビュー46年に、これ白い週末っていう曲なんだけど、で俺好きなのは4枚目のシングル版わかりませんって、これいずれやろうと思ってるんだけど、ちょっとマニアックでね、アン・ルイス知ってる人が。それが4枚目で、グッバイ・マイ・ラブって何枚目なの？グッバイ・マイ・ラブは6枚目。あ、そうなの、1枚目が白い週末、71年、73年、わかりません。あ、なんか聞いたことある。そう、聞いたことあるはずなの、絶対。ちょっと聞いたことあるかも。74年が6枚目でグッバイ・マイ・ラブ、で、これが作曲が平尾正明先生なんですよ。作詞はもちろん中西玲さんですけど、アレンジが龍崎浩二さん。あ、俺、涙の綱取り物語、アレンジは龍崎先生。龍崎先生はね、五木ひろしさんのデビュー曲の横浜黄昏、これで平尾先生に買われて初めてアレンジをするわけ。71年、
だから、龍崎浩一がアレンジデビューしてからこれは3年目の曲かな。これがね、平尾先生はもちろんギターでコードで歌って作ると思う、うん、イントロのね、まあ、これよね、実際は D なんですけど、高いからうち家だから、うん、C にしますから、はいはい、一応下げますけどね、このイントロのね、普通ね、C でね、B にはいかないんですよ、うん、それをね、ここがめちゃくちゃおしゃれなのと、これアレンジなんですけど、あとコード進行がね、グッバイ、グッバイマイラー、タララララララ、デマイラー、G って普通いくんだけど、デマでいかないの。グッバイマイラー、タララララララ、なるほど、ね、なんかね、平尾先生もセンスいいんだけど、龍崎浩二さんのこの予感を立つからとはまた違ったこういうメジャー3連のアレンジ、なかなか素敵だと思います。大きいよね、アレンジって、うんうん、じゃあ1曲目、グッバイマイラー。あ、ちなみに2曲目言っておきます島倉千代子と森谷博史コンビの星空に両手をという、合ってる、合ってるよね、星空に両手を、合ってる、合ってる、全然違う曲調なんですけど全然、ね、大昭和、昭和38年の歌です。のぞみが生まれた年の歌です。で、今から歌うグッバイマイラブは74年の歌、うん、これ覚えてるもんね。覚えてる覚えてる。じゃあそれをいきたいと思います、うん、よろしくお願いします、はい、お願いしますギター一本だからね、頑張りましょう、はい、せーの、
ということで、これはでも俺70年代引き当たりしたじゃない。あの銀座のミニクラブの女の子なんか夜の店に六本木来たらもうこれみんな歌ってたね。やっぱりそうなんだ。そうこれとか太田裕美ちゃんとかね、だかいっぱいいてね、その時はジューンブライトンだね、六本木の、演歌が得意な子もいたわけよ、だあなたはこういうタイプ、あなたは太田裕美、あなたはポップスとか、こうやってたんだなんかね、そうそうそう思い出しました。グッバイマイラブでございました。ちょっとギター怪しかったんですけどねそうさあ次はですね、さっきも言いました星空に両手をです、これ島倉千代子さんね、この人はね昭和13年生まれです。加山雄三さんよりも1個若い、で2013年に75で亡くなってそうなね、死んだよね。そうそうそう、この歌は70万枚売れたという。一方森井さんは同い年、島倉さんと、そう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 、同い年で、デビューして、2曲目の僕はない父、バンって言ったじゃん。本当にその歌い方なの？なんか私リアルタイムわかんないからさ、いつもそれ聞くと本当なのか。ありがたいです。ありがたやありがたや。ありがたやありがたやってこういう歌い方だと思うんだけど、でこの動画でも俺長いおさげみ、高津義行さんの、長いおさげみあの子のこと、そこなど、あぜ道がここにいじめた子だよ、ファルセットがちょうど当たるんですね。これがね高津義行さん、この星空に両手をもう高津義行さん、ちょっとなんか珍しいコード進行よね。というかコロンビアだから、結局森谷さんが高先生の歌結構歌ってたりしたじゃない、島倉さんがないと思うんだけど、で偶然まあなんていうのかな、このコンビネーションっていうの、コラボになったっていう。作詞は西澤壮さんです。西澤壮さんってやっぱり結構俺は好きなんだけど、青春系の歌詞を書く方、青春歌謡、これすごいよ。一番の歌詞でびっくりしたのは、星空に両手を上げてこの指で指を星で飾ろう、君に可愛いあの星を、あなたに青いあの星をこれ今時の若いやつこんなこと絶対ないよね。しかもね、宝石なんてなくても心は夢のエメラルド、つまり貧しいんだよみんなこの頃。三田明さんもこの昭和38年デビューした時に、みんな名もなく貧しいけれどとか、この頃は苦しいから山田太郎さんの昭和40年新聞少年とか、母ちゃんあったかい味噌汁作ってやるから待ってろとか、この同じ年に伊沢八郎さん、翌年か、アーウェネキっていう集団就職があって、ああそうよね、歌は時代を語るものね。国家に国境の変わりはなせ、上野はおいらの心の駅だ。お前だけの駅じゃない、上のはみんなの駅だと俺ネタでやってんだけどさ、そういう時代だから、こうなんていうの、若者に夢を与えるような歌詞が、今頑張ればなんとかなるよっていう、辛いことは多いけどっていう歌詞になってます。で森谷さんで歌うと、あ森谷さんも亡くなったんだ2020年に、ホリプロに、そうだよ一昨年、ね、80歳です。同い年だけどね、島倉さん、島倉さんは75で先お亡くなりになった。これ森谷さんの歌い方がちょっと分かんないんで、ちょっと橋幸夫さんっぽく歌った方がいいかなと俺は思ってますけど、橋さんになっちゃうのね、橋さんになっちゃいます、元気がレコードは D マイナー、でも後半割と年配になった時にテレビでお二人で歌う時は C マイナー、やっぱりうちは家だから B マイナー、さらにいきます、はい、星空に両手を、せーの、じゃんじゃんじゃん、あなたに青い
の星空が幸せだ。明日をきっと連れてくる。星空に両手をあげて、思ってることを話そうよ。ということでございまして、本日も2曲お届けいたしました。はい、グッバイマイラブで、アンリスのデビュー2曲も分かりませんもん。いずれやろうか、多分聞いたらね、どっかで聞き覚えがある、うん、さっきワンフェーズ、あのね、あのだからほら、いつも言うけど、ワイルドワンズ思い出の凪さ、加山雄三さん、ケビトイツマトじゃなくてってのあるよ。あ、パパの好きな、ね、そうそうそう、グッバイマイラブって言って、うん、アンリスになっちゃうんだけど、そうだ、ね、分かりませんってこっちが覚えてないんだけどさ、うん、そう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 、やりましょうね、聞きたい、うん、ということでございまして、2曲お届けしました、大江戸日記でございました。9月27日、銀座タクトお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくです。せーの、エトと、なつみの歌謡曲、バンザーイ。